今回の、実況なんですけれども、かなり時間が短くなってて皆さんも驚かれたと思うんですけれども、その理由はですね、この実況の後半でわかります。その時にも何回も言ってるんですが、本当に申し訳ありませんでした。今後ですね、こういうミスがないように注意を払っていき、ため取りはしないようにします。タイトルでもう一回言わせてください。本当にごめんなさい。さあ、カフェオレもついに2本目に突入しました。この男いつまで実況やるんだということで、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツでございます。第39回目のデジモンアドベンチャーの実況やっていきます。よろしくお願いします。はい。なんだ今の。カフェオレ2本目に入りました。もうすっげー長い時間やってます。最高です。ですね、デジモンアドベンチャーの実況やります。お願いします。前回ですね、サブエピソード2つと、メインエピソードを、1つやりました。サブエピソードの方は、片方忘れちゃったな。なんだっけ、何やったっけ。まあ、もう片方はなんかヤマトの、心が取られてしまったということでやったのを覚えてるんですが、もう一方はなんだっけ、あれ。まあいいわ、ちょっと忘れちゃったんで、メインエピソードの話をすると、源内の、源内じいさんのお家に行きました。で、デビモンが向かってる先が光が丘ですね。まあ現に日本の東京にもありますね、光が丘っていう場所ですね。まあそこにこれから多分向かうんだと思います。で、通撃日本へ急げということで、バンデモンを追って再度潜入する一行、果たしてゲートは点々点と、ということはまたあの長いダンジョンをやらなければいけないのかと、危惧してるんですが、まあカットを挟みながら行こうかなと思います。では行きましょう。パーティーはそうですね、 OK、 これで OK でしょう。タケルくんもだいぶレベルが上がってきましたね。さすが太一、レベルが高え。行きましょう。追撃日本へ急げ、 Hurry up、 行きましょう。いやー、カフェオレ美味しいな。さあゲートへ急ごう。うん、ああ急ぎましょう。カフェオレなくなったらどうしようかな。そんなこと考えてる場合じゃないな。こっちは兵隊募集。デジモンたちって漢字読めるのかな。こっから侵入するのかな。うん、あ、これは関係ないんだ。やっぱポイズンアイビーで登っただけだから特に何もないんだな。いやー、カフェオレなくなったらミルクティー飲もう。紅茶、結構いろんなの飲みますね。あのパックでいろんな味があるじゃないですか。あれ結構飲むんですけど、怖えな、おい。こいつは、まあ前にゲートをくぐろうとした時に戦ったやつですね。背後を取られちゃうんだ今ので。めんどくさいから完全体で倒しちゃいました。25になったね。よし、ヤマト行くぜ。んで、紅茶だ。いろんなの飲みましたね。アップルティーも飲みますし、グレープティーも飲みますし、ラフランスティーも飲みますし、危ねえな、この野郎。危ねえな。はぁ、嫌な予感が的中した。もう一回あのルート行かなきゃいけねえのか。ちょっと待って、マジかよ。強化されてんな。ワーガルルモの攻撃するときの声かっこいいな。おりゃ蹴り入れるんですけど、かっこいいな。で、ちょっと紅茶の話続けますけど、レモンティーとストレートティーだけ僕飲めないんですよね。あんま美味しいと思ったことがない。そして、俺は今道を間違えたかな。道を間違えたな。こっちだった。
もう散々迷ったんで道はもう覚えちゃいました。で、確かこっちだな。で、どうすんだっけ、忘れちゃってんじゃねえか確かまっすぐ行くんだけど、デビドラモンがいる。戦いたくねえな。しょうがない。つうか、この建物の中でさ、メタルグレイモンとかになったら建物崩壊すんじゃねえか大丈夫かな。おそらく、ヴァンデモンの城をうろうろしているところで、今、この画面になっているかと思います。皆さんに謝罪ということで、今回、このような形で、画面等を使って、謝罪をしたいかなと思います。ですね、動画を編集する際にですね、この続きのところもこうくっつけようかなと思って、見てみたらですね、データが壊れてまして、もう映像そのものが流れなくなってたんですね。で、撮り直そうかなと思ったらもう、だいぶ先まで僕、ため撮りをしているので、全然、もう、もともと、まあ、昔のデータがないんですね。全部上書きしちゃってるので、で、上書きセーブをしていることによって、前のが消えてしまっている。で、やり直し、一からやり直しすると、また何ヶ月もかかってしまう。っていうことになってしまうので、今回はちょっと、大変、申し訳ないんですけれども、大部分を勝ったということで、今回の実況ですね、実はここまでになってしまいます。で、それでちょっと皆さんも納得できないと思いますんで、概要をお伝えして次回につなげようかなと思います。あの後ですね、ゲートのところに到着して、で、カードをどう、その、台座のところに載せようかという話になって、太一が決めてくれと。いうふうに言ったんですね。なんで俺が？で、太一が言うとですね、いや、お前はみんなをまとめてくれた。お前がいなくなってから俺たちはバラバラになってしまった。けれども、お前がこっちデジモンワールドに、デジタルワールドに帰ってきて、からみんなを一人ずつ集めてくれた。お前はリーダーだっていうふうに言ったんですね。で、そしたら太一が分かった。じゃあ、俺がやるということで、アニメとはちょっと違うんですけれどもね。アニメだとそこで太一がリーダーということになって、じゃあ、わかった。俺が決める。って言って、コウシロウに任せるんですが、で、僕が実際にその実況というかゲームでやった時には、見事に失敗してですね、コウシロウ君に、太一さん違いますよって言われて、こう、コウシロウ君に全部こう、カードを置く場所を変えてもらったんですけれども、ありがとう、コウシロウ君。で、無事ゲートが開いて、で、その開こうとするときに毒グモンだっけな、確かデジモンと戦いまして、で、そいつを倒してから、そのゲートの中に飛び込んだ子供たちで、無事に日本に帰ってきたというところで、今回の実況は終わりになりました。本当はですね、映像と僕の実況でお伝えできればと思ったんですけれども、今回このような形になってしまったことを大変申し訳なく思っております。なぜデータが壊れてたのかさっぱりわかりません。もともとデータ残ってたんですけど、で、それを使って編集しようかなと思ったんですけど、いざ開いてみるとデータが壊れてたんで、一応ですね、毎回撮るたんびに確認はするようにしてるんですけれども、今回なぜかちょっと壊れてしまったので、もうちょっと注意を払わないといけないなっていうところですね。あと、ため撮りは良くないですね。ため撮りしすぎも良くないかなっていう反省点も出てきました。残りもう結構だいぶ溜めてるんですけどね。ずいぶん先まで溜めてあるんですけれども、それをしすぎないように気をつけたいかなと思います。おそらく今回の実況は10分足らずで終わってしまうかと思うんですけれども、大変申し訳ありませんでした。次回はですね、おそらくいつも通りの実況ができると思います。はい。ぜひ楽しみに待っていただければと思います。ではですね、謝罪ということで今回このような時間を取らさせていただきました。では、次回予告の方に移りたいと思います。Twitter とブログ相変わらずやっております。ぜひ覗いてみてください。次回、日本に帰ってきた子供たちが、それぞれ物語進んでいくかと思いますので、ぜひお楽しみに。ということで、次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。ファイルの故障もあったが、なんとか日本に帰ってきた子供たち。
しかしそこは凶暴なデジモンが徘徊する邪悪な街になっていた。光が丘をキーワードに子供たちは8人目を無事に救うことができるのか。次回デジモンアドベンチャー実況第40回、お台場に連れてって。今実況が進化する。